という気持ちにもなりましたので、やはり私自身も、東京オリンピック、パラリンピック選手を一生懸命、声を出して応援したいなと思います。ですね、やはり一緒に一つになって盛り上がっていきたいですよね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、澤さんにお話伺ってまいりましたが、実は澤さん、今日もう一方ゲストをお迎えしたいと思いますので、一歩左手に寄っていただいてよろしいでしょうか。それではもう一方、素敵なゲストをお迎えいたします。歌手の倉木麻衣さんです。どうぞ。倉木さん、ようこそお越しくださいました。こんばんは。こんばんは。さあ、もう2人がステージに座られて、が起きておりますね。下でささゆっくり聞いててくださいね。よろしくお願いします。それでは倉木さん、よろしくお願いいたします。それでは2020年オリンピック・パラリンピック、皆さん一緒に応援していきましょう。短い時間ですが、精一杯心を込めて選手の皆さん、そして皆さんにエールを送る気持ちで歌を届けさせていただこうと思います。応援ソングスタンドアップベストオブヒーローを続けて2曲聴いてください。オリンピック・パラリンピック
だ。ステージ上も分かれましょうか。倉木さんと澤さんはあちらにお願いいたします。ありがとうございます。この映像に合わせて皆さん声を一つにカウントダウンをお願いいたします。それでは参ります。東京ビジョンプロジェクションマッピングの上映
ました。さあ皆さんご覧いただきましたがいかがでしたか。すごかったですよね。どうぞ倉木さんと佐々木さん中央にお戻りください。素晴らしさと東京の魅力をテーマとしました東京2020大会をさらに盛り上げるために制作されたプロジェクションマッピング映像をご覧いただきました。佐々木さんいかがでしたか。なんだか選手に戻った時の気分になって今からなんか戦うんだなっていう感じの気分になっちゃいましたね。なるほど、気持ちが高まってさんはいかがでしたか。いや、そう感動しました。あのもう一回見たいありがとうございました。